アントワーヌ・フォルクレは、フランス世紀バロック音楽の作曲家。マラン・マレと共にフランスビオール界のビル・トゥ・オーゾの、双壁と呼ばれた。優雅で暖かな美音を特色とする、マラン・マレが、天使のようなマレと呼ばれたのに対して、フォルクレは、表現衝動に富んだ危機迫る演奏から、悪魔のようなフォルクレと呼ばれた。このような評価は、フォルクレの気象の激しさをも暗示している。パリで、 音楽家の家系に生まれ、弟ミシェル、息子ジャンバティストとニコラジルはいずれも作曲家になった。1689年にルイ14世の宮廷室内楽団員に選ばれ、ベルサイユ宮殿で演奏に携わる。1710年まで、夫人のクラブ3番奏によって、独演を続け、1730年にマントラジョリに引退し、その地で臨終を迎えた。フォルクレは、 自分の神秘的なイメージを好んで自作を出版しなかった。また長男ジャンバティストに対して冷たくひどい仕打ちをしたが、ジャンバティストは父親の作品が世に渦漏れることを惜しんで、父親の死後2年の1747年に、そのビオール曲集、およびそのクラブさん独創用の編曲版を出版した。ありがとうございます。